木部正幸は放送作家、構成作家、吉田正樹事務所所属、血液型は A 型、群馬大学社会情報学部卒業、群馬県大田市出身、テレビ番組の構成の他にも、渡辺コメディスクールの講師、若手芸人の DVD 構成や、アンガールズのライブ構成なども手がけている。主に、フジテレビの番組構成を担当することが多い。特に、 ゲームセンター CX は関わっている番組の中で彼が一番好きな番組だという。GCCX ではアリノの挑戦や数々のミニコーナーに不定期に出演。ハードのエースが出てこない。ゲームウォッチェほっとけないよ。もったいないから、キャッチコピーを捕まえて。プロジェクト CX、振り返れば奴がいたゲームセンター AMSX では解説役を担当した。 引きこもっていた時期があり、その際にレトロゲームを買ってひたすらプレイし、それが GCCX の仕事に活かされていると語っている。大のゲーム好きであり、ゲーム機は2008年時点で新旧合わせて21台所有している。上記のミニコーナーでは、それら私物のハードや関連するソフトを番組収録に提供することもある。 また、それらハードの中でも特にセガのファンであることを番組内でたびたび公言し、ミニコーナー出演の際などでもたびたびセガ側に立った発言をして、有野の課長をなんでセガ側に立つのと言わせて笑いを誘ったり、セガを扱う場面ではその情報量の多さを示した機会も少なくない。その縁もあり、2014年にはセガのメディアミックス企画によるアニメ、 ハイスクール、セハガールの脚本を担当した。2008年1月24日、ビーワイルダーズダイアリーご座敷のサイトで、個人ブログ、キベタクを開始。社員でないにもかかわらず同サイトでブログを書いているのは、ガスコインカンパニー社長のカンタケ氏から、頼み込まれたからである。キベタクの名付け親は、ありの進むかな。2012年夏頃にゲームセンター CX の番組内にて、 入籍報告をしている。が、記録に残すと絶対に使われるという理由から番組の初代 AD で後にゲームセンター CX 関連で存在感を示した東島慎一郎が入籍した時とは違って詳細には触れられなかった。2014年放送の第184回において予定されていた台本の作成を怠ったため、 次回以降台本が遅れたら、丸坊主の刑に処されることが決定している。2020年2月27日放送の勇者、あーあーに登場。ありがとうございます。